どうもショルです。横落ち前回の続きからやっていきたいと思います。今回なんですが、延々トンネルってとこ行ってみたいと思います。まあコメントで延々トンネル行ってくださいみたいなコメントが結構来てたんですけど、もうよくわからないんです。とりあえず延々トンネル、場所は多分大体わかってるんで、まあ、そこ行ってみようと思います。多分あの旧地山の横あるとこですよね、延々トンネルって。あれ現代やったかな、現代やった気するな。行ってみよう。お、雨降りかよ。雨降りは嫌やな。木内山の上やから。あれ？これか。え？と？あ、違うわ。こいつか。あ、なるほど。ここだ。木内山の横やから、多分、現代やった気がせんでもないけど、ちゃうかも。わからん。まあ、ええわ。行ってみよう、とりあえず。行ってみよう。あった。この下の右のトンネルですね。多分これでのことやと思う。確かにこっち方面一回も行ったことない。おお、何これ。え？危険。このトンネルは入るたび長さが変わります。出口がどこに繋がっているか誰にもわかりません。トンネル内では引き返すことはできません。トンネル内に日記をつけることはできません。え？何これ。行ってみるか。何やこのダンジョン。めっちゃワクワクするダンジョンやんけ、これ。ええー、ええー、あ、そっちの延々トンネル？子供泣かせってこと？めっちゃ怖いやん、これ。出られへん。あ、10メートル、13メートル。めっちゃ怖いやん、このトンネル。何よ、これ。なんかあるぞ。一番ひどい口が書かれてる。行くしかないでしょ。何や、何それ、何それ。何や、それ。新記録。え？おお。あれ、え？え？何これ？いかになった。ちょっと待って、待って、タイトル戻ろう。もしかして1日1回しか行けんみたいなところか。ちょっと。もう一回、もうちょっと行こう。もう非常口行かないで、行きます。なにー？うわーし、やられたー。延々トンネル締め出された。オートセーブかよ。入るときもオートセーブやけど、出るときもオートセーブなんや。どう？うぜー。まだ明日か、これ。キー変えたらいけるようになるかな、もしかしたら。ちょっと変えてみようかな。あれ、ちょっと今回延々トンネルめっちゃ楽しみに来たのに。でしかも始まり方がめっちゃ楽しそうやったから。そう、もう一回行きたいな。まさかやってあれ。一日一回とは思わへんやな。てってってん。てってれ。でででででにしても延々トンネル気になるな。あれ、敵がおる気配もあんまなかったし、ただの一本道走っていくだけで新記録みたいな感じだったから。延々トンネル行きたい。あの先には何があるのか。あ、閉鎖されたトンネルって書いてない。閉鎖されても取るかな、これ。やっぱ1日1回やったっぽいな。説明に書いとったんが1日1回って。読んでなかったちゃんと。そう、どうしよう。延々トンネル行ったらいいけど、締め出されたかな。何しよう。あー、これ行くか。例えば YQ グルメグランプリのりちゃんです。確かこれは、他にもなんか、いろんな行かなかんだな、確か。まあ、クリアしていくか。えい、ひひひひ。桜中央駅だけじゃなくて、お塚横丁もそうやけど、お塚
横丁、あ、だんだん坂、お疲れ横丁か、これか。よし、こっち行きます。確かラーメン屋となんちゃらとなんちゃらで寄ったから、多分この商店街に一個あるはず。フラワーロードにもう一回ノリちゃん聞こう。カレー屋さん、パン屋さん、パン屋さんがどこかわからないんだな。あ、パン屋さん、圧巻ベーカリーやったわ確か。でここのどっかになんかあるはずや。あ、これもしかして、あ、ちゃう、どっか店入るか。あ、これか、ラーメン屋かも。北風ラーメン店主、はい、うん、一名さん、ご来店、さ、何食べますか。ラーメンやったんやな。ラーメン食いてえな。もっと買っとくか。じゃあな、おっさん。あ、なんかこれメニュー表みたいなのあるぞ。あ、4コマ漫画読んでみようかな。4コマ漫画。小西紀之、デカニャ。何でもでかくしちゃう妖怪です。俺の尻伸ばして。絶対モテモテになるよ。あ、ここもでかくなるってオチやめてよ。やったー、これでモテモテだー。みんなに嫌われました。進撃の巨人やな。ここ汚そうやん。ここじゃないっか。パン屋と、あとここも、一個あるはず。あいやー、グルメグランプリ、あたし優勝間違いなしあるね。あ、それともしかして YQ グルメグランプリ、まあよく知ってるね。もちろんうちも出るやるよ。その YQ グルメグランプリなんですけど、審査員になる方とかわかりますか。あいやー、君審査員なんてあるか。あ、俺じゃないんだけど、友達がね。そうね、グランプリの料理、やっぱり野菜多めあるね。野菜好きじゃないと審査員無理、これ間違いないある。なるほど、このお店も野菜料理で攻めるんでしょうかね。この情報ももらっておきますか。そうね、あたし優勝狙うあるよ。お、これは2個目の情報。あとは圧巻ベーカリー。あ、ロゴマンが置いてある、読んでみよう。冬にゃん、小西のりゆき、わがわが浮かせるらしいにゃん。俺っちも浮かせてくれにゃ。そしたら自転車車にはねられにゃいから。やったー、ありがとうにゃん。これで車なんて怖くないにゃん。ゴーギャーすげえ、無料拷問がやな。さて、続いては、桜町攻めます。あ、パン屋やから、パン屋で言えば圧巻ベーカリー、圧巻ベーカリーで言えば最初の桜ニュータウンかなに違いない。移動、小豚銀行にしよう。よし、これでやだが始まる。のりちゃん、のりちゃんイベントクリア。あー、そういえばトレジャーハンターも多分続きあるやろうか、やりたいな、あれ。ただ2位まで終わらしてトレジャーハンターで解散みたいな感じになっとったところやったから、あれあれもクリアしたいんやな。あ、パン屋ここやな、確か。あれ、パン屋の交差点ってことはパンこっちか。パンでよかったっけな。パン屋、なに、パン屋どこだ。 あるやん、パン屋書いてあるし、パン屋。あ、圧巻ベーカリー。あ、おった。すいません、この店 YQ グラメグランプリ出ます。あ、もうすぐこの町でもやるって、あれね。そうね、ちょっと回ってるのね。うちパン屋だから痩せるってイメージじゃないでしょ。そうかも。あ、そうだ、グランプリのこと何か詳しいこととか。うん、そうね、詳しいってことじゃないんだけど、このグランプリを主催する会社って桜ビジネスガーデンってビルの中にある会社だそうよ。あ、お父さんの会社と同じビルだ。おん、なんたる偶然、いい情報が入りましたね。うん、お姉さんありがとうございました。よかった、焼きたてパン買っていってね。任せい。うん、さて、かなりの情報が集まったんじゃありません。うん、のりちゃん教えないとね。のりちゃん、お使いことでしたっけ。では戻りましょうか。のりちゃんズバーク、のりズバーク。お、安い、パンは安いな、やっぱ。
でも限定っていうのがちょっとまだあるよな。のりちゃんズバックやから、バックトゥザのりちゃんやから、バックトゥザのりやから、どこやったかな。お使いこちょか。バックトゥザのりちゃん。お使い横丁に。お使い横丁にようこそ。ようこちょ。ちょっとね。行くか。のりすけんとこ行くか、とりあえず。のりすけおじさん。よし。さすがにこれで終わるやろ、のりちゃん。軽く待ってたわ。情報集まったのかしら。のりちゃん、絶対俺のりちゃんとだけは付き合いたくないな。待ちれたよ。でものりちゃんずっと商店街にいたの。まあね、パッキークルメ研究してたの。研究どういうこと。この商店街にもグランプリのネタたくさんあるのよ。だからまず味見でしょ。ジロ、うん、この人痩せる気ないっすよ。まあ、そらないわな。太るべくして太っとるやろな。なるほどね、すごいわ、よく調べたね。あんたがやれっつったんでしょうに。さあ情報はまとめるわね。和牛グルメグランプリを主催する会社サークラ美術ガーデンにある。大体夜の7時くらいにそこの社員の人を見かけるらしい。審査員になるには野菜が好きじゃなきゃダメってとこはね。うん、そんなとこ。でもその情報でどうするの。行くしかないでしょ。まさか会社に。もちろんでしょ。さっきの情報をまとめると、夜の7時過ぎに桜美術ガーデンで待ち伏せすればいいってことよ。待ち伏せ。そして私が野菜好きを全力でアピールするの。よーし、それと行くわよ。あ、ちょっと待って、ヒカル君、孤独アブレス泳ぎましょう。この積極性はすごいな。夜7時か。また夜に帰らないといけないと。ビジネスガーデンってことは、とっつぁんの場所が、とっつぁんの会社やな、ビジネスガーデンって言ったら。とっつぁんズオフィスにあるから、まあ、天野家の食卓。天野家の食卓、伊藤家の食卓ね。寝よう。夜まで寝ます。てん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 。おやすみなさいませ。オッケー、よし行きましょう。で、確か桜ビジネスグアデンが、なんか桜ビジネスガーデン運外境ないんかな。なんかありそうなもんやけどな、普通に。まあまあ、とりあえず、歩を進めよう。いざ、参る。あ、そういえば、またゲーム屋行きたかったんや、そういえば、俺また。あれ行ってなかったな、そういえば、また。結局。次の動画でゲーム屋行こうかな。ただそれだけの動画。ゲーム屋行くっていう。なんもなかった、寒いな、でも。ここだね。これ、夜7時って、これ、いつなんや、これ。待ち伏せた感じだけど。ちゃうわ。夜の7時過ぎ。この夜の7時過ぎっていうのは、これいつなんや、これ。これ6時っぽいよな。あと1時間ぐらいどっか時間潰さなあかんっぽいな。なるほど。あ、じゃあゲーム屋行こう。ゲームしよう。ゲーム屋。よし、ゲーム屋で時間潰すことに決めました。カメカメラあるぞ。カメラの、カメカメラ。全然あかんな。カメラの、キータムーラーが。おー、なんか。こっちこっち。待て。こいつ結構走るな。何が出るかな。
コイン出ろコイン。何？なんだと？クールポコ状態に。お、焼き餅。おにぎり。あげますあげます。ああ。おにぎりやる前にやられたんだ。まあいいわ。勝利。勝利。よし、ゲーム行こう。じゃあまた指名手配妖怪の深爪も撃破したんやな、俺。深爪小僧。あれ？マジかよ。くそ。どうやって時間潰そう。まだやもんな。走りまとく？深爪小僧でも探してみようか、ちょっとじゃあ一回。あ、ちなみに深爪小僧っていうのはこいつのことです。これ、致命手配妖怪で。これ。深爪小僧、罪状。深く切りすぎた罪を、つまようじチクチクした罪。これが26日までしかいないんでね。こいつちょっと26日までに逮捕したい。あ、もう今日25やから、明日までやから。これちょっと言っておきたいんですよね。で、こいつどこにいるかわからないらしいんですよね、基本的には。だからもう、うろちょろし回るしかないっていう、結構厄介なやつらしくて。うろちょろし回るか、ちょっと軽く。軽く見回るか。んで7時過ぎたら OK か。どこだ深爪野郎。できればこの桜、あそこ乗ってほしい。桜何だこう、中央街、中央センター、よくわからんけど、どこにいるのかな。前も運よく黒にゃん見つけたからな俺。ややこしいやな、あいつ。あ、そう、工事現場、行ってないかな、今回。今作工事現場、俺まだ行ってないよな、多分。また行くか、工事現場も。うん。センサー変えよう。切り替えとこう。妖怪センサーに切り替えて、ちょっと軽く走ってから、あれしよう。なんかないかな。あ、そういえばこのスナック雪女で、ドンちゃん捕まえるための雪かきピーが買えるらしい。あ、歌ってる。ラブ、ラブ、ラブ、ラブ。アラミルは来る、ユーラブ、ミラクル、ときめき、ときめき、ラララララ。何の歌やこれ。おじさん、無理や無理や。ママさん、どっさりチーズコーン、こんな食べて太っちゃうかな。もう太っとるかな。ママさん、お綺麗ですね。はい。あら、いらっしゃい。お、雪かきピー売ってるよ。結構安いって。雪ピー。雪ピー。よし。これででもスナックゲットけど。あ、スナックやからスナック売っとるんか。なるほど。トロトロいける？まだか。まだかよ。これいつだっていけるなるよ、ほんま。おらんかな、どっか。深爪こそおらんかな。お、A ランク。あ、師匠か。お。おう。知ってるよ、終電ぐらい。俺を何歳だと思ってやがるんだ？ 23 歳だぜ、一応こう見えても。10円ガムいらん。時間過ぎらせる方法ってないんか、これ、なんか簡単に。ただひたすらに俺は待つ。まあでも、深爪小僧がおらへんな。多分まだこのエリアじゃないやろな、深爪小僧のエリアは。ちょっと深爪小僧を今日か明日ぐらいに結構本気で探すか。まあ見つけたら、うん、よ、というか、絶対見つけときたいもんな。俺トロフィー集めたいからな。まだ？ギリギリまだっぽいな。敵と戦ったら俺時間過ぎるの早いかもしれんな、もしかしたら。てか鬼時間が来そうで怖いんやな、俺。戦うか、軽く。軽く戦ってやろう。出てこい、師匠。あれ？あった。
箱しな。おっしゃ、師匠どれ捕まえとこ。まあ、確保。師匠確保。こいつの好物確かスナック系やった気がせんでもないぞ。なかった。お、スナック来た。来てるね。さっき俺は雪かきピーを買い占めたばかりだ。いけ、雪かきピー。雪ピーで行こう。Oh my god。思う。Oh my god。うまいな。取り付けやがって。ソラキ。そう。おらおらおら。よっしゃ。また使おうかな。プライベートで。今から。オーマイガー、うまい。オーマイガーのノリでうまいか。仲間ならんのかよ。もうちょっとや。あ、いける。時間過ぎとる。来た。矢印が出とるぞ。やっと7時か。来た。ここで鬼時間突入したらほんま俺はもう泣くわ。やめろよ、鬼時間だけは。でん、でんみたいなの来るからな、いきなり。星のキタフィーや。よっしゃー。おー、ノリちゃんなんかもう、なんか、トゲトゲの服着とるぞ、タンクトップで。すごい服臭いな。あ、ノリちゃん。なんか、すごい怒ってない？だからね、私はこんな野菜が好きなの。審査にぴったりでしょ？そういう理由で審査にはね。なんでよ、なんで私はダメなの？私を審査してくるまで、返さないんだから。やめてよ。私どうしても IQ グルメは食べたいの。 IQ グルメ食べなくて痩せちゃうんだから。どなたがこんなに困ってるの初めて見たかもしれない。お願い、どうしても出たいの。一緒のお願いよ。分かった分かったから、もうテントの前に掛け合ってみます。またどうなるか分からないけど、それでいいでしょ。本当やったわ、ありがとう。どこの君もこの子のお友達なんでしょ。一緒に診察所から名前教えてちょうだい。え、もうこれどうなっちゃうんですかね。のりちゃんの推しの強さはこれは武器やな。俺はセールスマンとして武器になるぞ。ん？なんだこれ。そして、運命のYKグルメグランプリが始まった。え？皆さん、お待たせしました。YKグルメグランプリ、ついに開催。おいー！YKグルメと痩せるグルメ、至高のダイエット料理が決定します。それでは新鮮な紹介です。まずはおなじみドリアン斉藤さん、あ、じゃあ佐藤さん、パパや鈴木みたいな。イエーイ、ワイキグルメのダンシングで一気にスリムになろうぜベイベー。続いてママさん代表、熊島製作所の熊島雅代さん。ゴロちゃん見てるかい。あ、クマって熊島って言うんや、苗字。熊島熊なんや、熊の名前は。え、熊のお母さん。あ、ゴロちゃんって熊の子、名前か。熊島ゴロなんか、これ、もしかして、名前。そういうことか。最後は、小学生代表、特別に2名の子も審査してくれます。のりちゃんとひかるくんの桜台小学校コンビでーす。頑張ります。痩せるわよー。観客少なすぎやろ。パンチと熊と、ちょこっとジバニアン。食べて痩せたい、福岡さんが、大集合。それではいよいよグランプリ開始。うぇい。まずは、最初の出場者、フラワールドの中華料理店、太陽軒。あいやー、ワイキグルメも中華が一番ね。激辛激安ヘルシーマーボーある。うわ、うまそうやな。It's a healthy and spicy! チャイニーズ料理に8ポイントだぜ。うん、これ家ではこんな味出せないよ。9点あげちゃおうかね。おっと、最初から仲間が届け、サイカル君。これはうまい !10 点経験世代で OK か。最後の話、果たして何点でしょうか。ハフ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 。のりちゃん、点数つけて。のりちゃん、点数つけろよ、のりちゃん。もうお姉さんは困っておとる。はい、今日取りなし、次の出社、カレーハウス、ナマステです。ナマステー、野菜ゴロゴロカレーをどうぞ。お肉とかないよ。スパイスもいっぱいね。お肉なしか。キャロット&ホウレンソウがグッ、これ9ポイントあげちゃうぜ。
なにこれいいじゃない。10点のアテレシピ教えてちょうだいよ。お、早くも太陽君、ダイビングサーティヒカル君は？いやー、さよちょっとな。6点。おーっと、厳しい。凝らせませんか？最後、のりちゃん点数は？ハフハフか、どうせ。違う？のりちゃん点数点数。のりちゃん！おかわりもう一杯。あーね、のりちゃん。審査だからね、食べ物のおかわりは。何言ってんの、カレーは飲み物でしょ。名言出た。カレーは飲み物。のりちゃん食べ過ぎじゃない？ウィスパー、これってもしかし、いや、妖怪なんてちっとも感じませんよ。妖怪並みの胃袋やな。いや、むしろ妖怪より妖怪かもしれん。それからも、バイキューグルメが出続けるたび、出てくるたびに、のりちゃんはお金を続け。バイキューグルメグランプリは、大波乱の後に枠を閉じたのだった。なんか大食い大会みたい。そして栄えある優勝は、中華料理太陽拳。しかし、どのよりも有名になったのは、のりちゃんの豪華な食べっぷりだった。スカウト来るだろう。スカウト来たよな、のりちゃん。ふう、美味しかったね。カレーも麻婆でも最高にヘルシーでついてたくさん食べちゃった。それ入賞は逃しちゃったけど、野菜ラーメンもお寿司もよかったわ。まあ全部美味しかったけど、なんで俺審査員なんかやったんだろう。クマとかも見に来てるし。いいじゃない、ヒカル君も一緒に助手してくれたんだもん。ほとんどヒカル君だった気がしますけどね。でものりちゃん、いくら審査やったからってさ、ちょっと食べ過ぎたんじゃない、これじゃあ。何言ってんの、ワーキーグルメ、痩せるグルメよ。痩せるグルメたくさん食べたら、激痩せ間違いなしでしょ。そうかな。さーて、痩せろよ。終わった。これなんか続きありそうな感じするな。のりちゃんキャラええし。あってほしいな。ウィッスー、はい、オッケー、クリア。手に少な。まあこれ最初のミッションやからな。まあでも結構楽しいクエストやから。おい、おい。あ、こんな失敗の仕方があったんや。これ。初めて外れた。はい。ということで、とりあえず、今回は、延々トンネル行ったつもりが、なんか、すぐ帰ることになって、のりちゃんに付き合わされる羽目になったという動画でした。また続き何かしらやっていくと思うので、そちらの方もぜひ見てください。終わります。ありがとうございました。